どうもこんにちは、スピランやっていきましょう。いいねランキングの方に入ってたんで、相当遊ばれてるっぽいですね。1、2、サンガリア、オッケー。飛んで、踏んで、もっとギリギリでジャンプしないとダメってこと。ギリギリじゃなくても大丈夫、ここがギリギリ。オッケー。ふふ。壁キック、壁キック、キック。ふぅ、それは無理でしょう。あぶねえ、ケツ当たりそう。ここだ。いけー。はい、はい、はい、はい。オッケー。あ、あ、オッケー。急げ、やばい、伝っちゃった。間に合え。オープネーギリギリセーフ。怖い、よし、かわいそうだ、なんか。18秒。結構、ギリギリじゃねえか。ズドン。ズドン、オッケー。急げ、急げ、4、4、3、3、2、1、全然間に合わねえな。あ、こう。10秒、10秒。いけるいけるいける。食らったじゃねえか。ちょっと待たなきゃいけねえのか。作った人のイニシャルが RN ってわけじゃないよね、多分ね。そんな残し方しないよな。コースの難しさよりそっちに気が取られてしまうよ。あ、これちょっと調整。ヒップスロー。あ、今度はヨッシークラウン乗ってない。かわいそうに。虐待や。動物虐待や。はい。ズドン。ズドン、オッケー。急いで。ちょっと待つんだろ？おわ、怖え。7秒。6。5。4、3、2、お疲れー。難易度がちょうどいいね。難しすぎない。どんな手を使ってでもクリア率 0% を目指したい。ふえ。そこら中に孔明とかがあるってわけじゃないよな。クリア率 0% 目指した。この辺はまあなんとかなるか。一個ずつ待っていくのはちょっとあれだけど、確実に。うわ、むずそうだな。次、右行って左行って、もっと左行くのか。ここは難しいだろうな。おっと、ほう、これはピンポーンということは嘘だろ。だってどんな手を使ってもあれでしょ、消したいんでしょ、このマリオさ。一方通行でしか行けない土管なんて絶対アウトだろ。ということは、やっぱこれだな。なんか P スイッチか何かが必要なんだな。カメックか。こいつ使えってことだな。ほら、おいで。オッケー。おー、しかもキノコくれんのか。やったぜ。で、土管入りまして。あ、うわ。はい。オッケー。孔明だな。ですよね。ですよね。ここは大丈夫らしいね。オッケーオッケーオッケー。バネ？いや、ちょっと無理そうだけど。乗ると？はいはいはい？はい？はい。お疲れ様でーす。一生懸命攻略した意味は一切ない構図でした、これ。マジかー。まあ、最初のこの孔明下った時からもう、あれあれとは思ってはいたけれども、
スキルありきコースじゃないなっていうのはなんとなく感じていたけどもね、孔明の時点でね、まあ思った通りでしたね。今からお見せしますね。と動画の最後は多分一番右行ったと思うんだけど、うん、こういうことだったわ。投稿者用隠しからのスターで、まあ、よく見るとここが空いてるんだよね。でここ行けるようになってて、はい、入りまして、で右行ってと OK で、これ入って、で、これ入って、ゴールというステージでした。はい、お疲れ様でした。うおっ、うおっ、うわっ、うわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの？